ワークショップを開いたのは、高松市の北浜地区のにぎわいづくりを行う香川大学の学生プロジェクト北浜ラボです。今日制作したのは塩を使ったアート。まず紙コップに塩を入れて好きな色の絵の具を混ぜます。色のついた塩を何種類か作ったら、層ができるように瓶に入れていきます。最後に貝殻を瓶の蓋につけて完成です。海をイメージして作りました。綺麗にできたと思います。難しかったです。綺麗にできたと思います。塩入れてなんか波みたいにするところが楽しかったです。北浜ラボは10月下旬にも北浜地区でワークショップを開く予定です。